久保さん、2023年になりました。なりましたね。いかがお過ごしでしょうか。まあ、変わらず動画撮ってますけど。まあ、今日からね、お正月セールスやるんで、18時からですかね。あの、セールスチャンスですから <laughs>。だから、ま、販売する側なのか、商品を買う側なのか、まあ、このお正月元旦からもう差が出てるっていうね、売る側なのか、買う側なのか、あなたはどっちですか。いってらっしゃい。